絆の力、ナンバーアンダーライン愛が教えてくれる友情の真実。また、平野翔の持つ大きな心と優しさは、神宮寺勇太と岩ン太にとっても大きな支えとなっています。人生には特別な人との出会いがあります。その出会いがどれほどの奇跡であるかを知るのは、時に長い年月を要します。しかし、平野翔、神宮寺勇太、 岸優太の3人が紡ぐ友情の物語はそんな奇跡の一つです彼らがどのように出会い共に成長し深い絆を築いたのかその背景にあるエピソードを通じて友情の真実を探ってみましょう彼らはまだ20代後半という若さでありながらすでに多くの困難を共に乗り越えてきました出会いの瞬間から3人はお互いを必要とし 理解し合うことができる特別な関係を築いてきました。それは彼らが単なる友人や同僚以上の存在であり、人としてもアーティストとしても互いに魅了し合うからこそ成り立つものです。特に平野翔は、その圧倒的なエースとしての存在感で多くの人々を魅了してきました。彼のリーダーシップとパフォーマンスの力は、ナンバーアンダーラインアイの成功に大きく貢献しています。 しかしそれ以上に大切なのは彼がどれだけ仲間を大切に思い支え合っているかという点ですが優太と神宮寺裕太はそんな賞を支え共に高みを目指すパートナーであり彼らのの関係性はファンにとってもも感動的なものです。神宮寺裕太がが優太について人生で一番待ち合わせをした人と語るエピソードはその絆の深さを象徴しています 彼らの関係はただ一緒に過ごす時間が長いというだけでなくその時間を通じてお互いを理解し尊重し合うことができるからこそ成り立っていますコーチェラのステージでのパフォーマンスもその絆の一端を垣間見ることができる場面でした3人が共にステージに立つ姿はまさに息を呑むほどの美しさと力強さを持っていました友情とは 時に言葉ででは表現しきれないものです特にナンバーアンダーラインアイの3人の間に流れる友情は見る者に強い感動を与えます彼らはお互いにリスペクトし合い互いの強みを認め合うことでさらに強固なチームを築いてきましたその関係性はまるで家族のようなものです3人が共に過ごす時間が長くなるにつれてその絆はさらに深まり 彼らのパフォーマンスにも大きな影響を与えています。また、平野章の持つ大きな心と優しさは、神宮寺優太とガン太にとっても大きな支えとなっています。彼がいつでも自然体で接し、まっすぐに思いを伝える姿勢は、二人にとっても安心感を与える存在です。神宮寺優太は、その思いを大きな心で受け止め、岸優太もまた、 彼らの友情を深めるために努力を惜しみません三人の関係性は時には涙を誘うほどの感動的なものです私たちが友情において学ぶべきことは互いに信頼し尊重し合うことの大切さですナンバーアンダーラインアイの三人はその絆を持って数々の困難を乗り越え共に成長してきました彼らの絆は どんなに困難な状況でも揺るがないものでありその強さは見ている者にとっても大きな励みとなりますさらに彼らの関係は単なる友情にとどまらずプロフェッショナルな面でも強い影響を与えています平野翔のダンスに対するこだわりと情熱はグループ全体のパフォーマンスを引き上げる力となっています彼のリーダーダシップと努力が ナンバーアンダーラインアイの成功に大きく貢献していることは間違いありません岸優太と神宮寺優太もまたそれぞれの強みを生かしグループの一員としての役割を果たしています3人が互いに補完し合うことでナンバーアンダーラインアイは一つの強固なユニットとなりその魅力を最大限に発揮することができていますその結果彼らのパフォーマンスは常に高い評価を受け ファンからも熱烈な支持を受け続けています。友情の力は、時に奇跡を生み出すことがあります。ナンバーアンダーライン愛の3人の関係性は、その最たる例です。彼らがどのようにして出会い、共に成長し、深い絆を築いてきたのか、その物語は私たちにとっても大きな教訓となります。互いに支え合い、尊重し合うことで、 どんな困難も乗り越えることができるということを彼らは教えてくれます友情の真実を探る旅はまだ続きますこれからも彼らの活躍を見守りその成長を応援し続けることで私たちもまた成長していきたいと思いますあなたにとって友情とは何ですか互いいに支え合い 共に成長することの大切さをナンバーアンダーラインアイの3人から学ぶことができたでしょうか彼らの物語を通じて私たち自身の友情について考え直しその大切さを再確認するきっかけとなれば幸いです友情は時に試練を迎えますが真の友情はその試練を乗り越えることでさらに強くなりますナンバーアンダーラインアイの3人の友情もまた ここれからも多くくの試練を乗り越えていくことでしょう。しかし彼らの絆が揺らぐことはありませんそれは彼らが互いに信頼し尊重し合っているからです友情の力は無限ですナンバーアンダーラインアイの3人が教えてくれるように互いに支え合い尊重し合うことでどんな困難も乗り越えることができます彼らの物語を通じて、 私たち自身の友情についても再考しその大切さを再確認するきっかけとなれば幸いですこれからも彼らの活躍を見守りその成長を応援し続けることで私たちもまた成長していきたいと思いますあなたにとって友情とは何ですか互いに支え合い共に成長することの大切さをナンバーアンダーライン愛の3人から学ぶことができたでしょうか 彼らの物語を通じて私たち自身の友情について考え直しその大切さを再確認するきっかけとなれば幸いです彼らの未来に対する期待と希望を抱きながらこの物語を締めくくりたいと思いますナンバーアンダーラインアイの3人はこれからも互いに支え合い共に成長し続けることでしょう彼らの絆がどれほど強固であるかは これまでのエピソードを通じて明らかですこれからも彼らの活躍を見守りその成長を応援していきたいと思います友情の真実を学ぶために私たちはナンバーアンダーラインアイの物語を振り返りながらその確信に迫っていきます平野翔、神宮寺勇太、岸勇太の三人が見せる友情は単なる表面的なものではなく深い信頼と尊重に基づいています その背景には彼らが共に経験してきた多くの出来事があります友情の力は時に奇跡を生み出すことがありますナンバー・アンダーライン・アイの3人の関係性はその最たる例です彼らがどのようにして出会い共に成長し深い絆を築いてきたのかその物語は私たちにとっても大きな教訓となります互いに支え合い尊重し合うことで どんな困難も乗り越えること,ができるということを彼らは教えてくれます最後に彼らの未来に対する期待と希望を抱きながらこの物語を締めくくりたいと思いますナンバーアンダーラインアイの3人はこれからも互いに支え合い共に成長し続けることでしょう彼らの絆がどれほど強固であるかはこれまでのエピソードを通じて明らかです これからも彼らの活躍を見守りその成長を応援していきたいと思いますあなたにとって友情とは何ですか互いに支え合い共に成長することの大切さをナンバーアンダーラインアイの三人から学ぶことができたでしょうか彼らの物語を通じて私たち自身の友情について考え直しその大切さを再確認するきっかけとなれば幸いです、また 彼らの友情はファンにとっても大きな励みとなりますファンは彼らの絆を見て自分たちの友情についても考えさせられます友情とは困難な時こそ試されるものですナンバーアンダーラインアイの3人がどのようにして困難を乗り越え互いに支え合ってきたのかその物語は私たちにとっても大きな教訓となります